風邪ひいてちょっと寝込んでたんですけど、なんで今日はそれなりにやります。はい、頑張ってください。この間タイヤ外れたのってのはもう本当白と丸出しですからね。本当かなり寒いですけど、しっかりアップして最初から行けるように頑張りたいと思います。グラウンド以外はほとんどウッドチップなんですけど、路面が結構重いんで、後半垂れないように、後半を見据えた前半の走りをしたいと思います。世界戦の選考会なんで、はい、いい結果出せるように頑張ります。彼らはこっち地元なんでね、彼らには有利だと思うんですけど、頑張っていきます。
か。は後から挽回してくる方なんで、まあ、いつ追いつかれるかなとか思いながら、まあ、自分のペースを守って走るつもりだったんですけど、まあ、アタックされた時そこでついていけなかったのは、まあ、実力の差かなとはちょっと思います。あ、またメカトラで上りの一番肝心なとこでチェーンが折っちゃって、自分のペースでずっと走ってて別に前離れても後半追い上げれるなと思って、残り3周目でちょっと追い込もうかなと思って、作戦通りでした。第1位山本晃平選手、国際アウトドア選手の学校おめでとうございます。